木屋は、東京都中央区日本橋室町にある刃物など、金物を製造販売する企業。江戸時代中期創業の老舗で、刃物の木屋として知られる。主力商品は包丁だが、隠しバサミ、爪切りなど、刃物や鍋など、金物全般も扱う。現社長、加藤金屋は創業者初代、加藤伊助より数えて9代目。現在木屋を名乗る商店は、 木屋モ物店のみだが、木屋モ物店はもともと、木屋漆器店ののれんわけであった。また、戦前には刃物、漆器の他にも木屋を名乗る、多数の系列商店が存在した。本劇屋の創業者は、初代、林久兵衛である。林屋は、藤原瀬を名乗る家柄で、天正元年大阪に、役所相を開き、 豊臣秀吉の御用を務めたが、大阪夏の神五帝九兵衛が、徳川家康の将兵により、江戸に下り、林屋が二都に分かれたため、林の字を分解して、木屋と合した。元案七年、徳川秀忠が、小松川筋への鶴尾成の木と、その足高次郎が、店内に参り戻らなかったため、この高を貸手されたという逸話がある。 この件で、木屋は名を高めることになったが、鷹の飼育費が甚大だったため、鷹狩りの道筋に当たらない現在地に移転したという、ことぶの遺骨とされるものが、近代まで伝えられていた。江戸の本家屋は、本町三丁目で書式問屋として、雑貨を扱っていたが、寛永2年漆器に特化した。明暦3年の明暦の大火に焼け出され、 室町二丁目に移転したと伝えられる。一方、客観資料では、上京四年の江戸賀の湖、元1十年の国家万葉期に、日本橋南二丁目の串問屋、木屋久米、兵米の名が見える。木屋式典は、明治二十年頃日本の美術工芸品全般に手を伸ばし、外国に販路を広げて、繁栄を続けた。日本橋通りに連なる木屋林久米、 黒谷柏原孫ごべ金富士、小林東米の出勤店3店は、通り3件と称された。明治のうちに白い豪華な洋風の店舗を構えたが、関東大震災で焦土と化した。その後戦後まで営業を続けたが、昭和30年頃、ついに株式会社機やビルデイングとして貸しビル業に転じた。本劇屋からは奉公人が、次々と、乗けをげ、 日本橋室町には、木屋と合する他業種の商店が立ち並んだ。江戸初期には、木屋九兵衛と共に商兵衛の名も見える。文政7年発行の、江戸買い物読案内には、木屋九兵衛、木屋一兵衛、木屋伊助木屋九衛門と、室町二丁目に一式屋を合するとにや四点が、掲載されている。これら四店舗は、文化二年の、記大小欄に並んで描かれており、 当時の様子を今に伝えている。安政2年には、岡野官兵衛が、古都三味線を扱う文典を開き、明治後には、和漢用の楽器や名木、造毛にも手を広げた。四代目旧兵衛が、番頭館六に本店を譲り、副六と合して薬師本屋を開いている。人参流眼肉園の発売元となっていた。明治の時点では、 室町二丁目には十二番地から十番地にかけて、南から、林福六、林九兵衛、鈴木九衛門、鈴木春吉、岡野勘兵衛と、本店一店及びのれん分け五店が並び、これらは、五木屋と呼ばれた。しかし、これら木屋各店の多くは戦後までは行きながらえず、昭和三十年頃、木屋本店がのれんを下ろし、木屋伊助店のみが、木屋の名を残すこととなった。 刃物の木屋は完成4年4月を創業と交渉している。これは伊勢国桑名出身の初代加藤伊助が本家木屋にのれん分けを許された時である。のれん分けの店舗はそれぞれ本家と異なる業種を担う敷たりがあり、伊助店では出身地桑名の名産打ち物を扱った。 戦前は文家として1月15日本家木屋に挨拶に向かう慣習があるなど、あくまで文店としての立場であったが、戦後本店がのれんを下ろしてからは、木屋を名乗る店は、木屋派物店のみとなった。日本橋区室町2丁目10番地にあった店舗は、明治までは黒い伝統的な商家で、震災後レンガ作りの店舗を構えたが、戦中の強制疎開で取り壊された。 他のキアが次々と廃業する中、キアモ物店は戦後も営業を継続した。三越本館の増築に伴い通りの対面に移転し、1954年末に新社屋キアビルディングで営業を開始した。創業会一族で現会長の加藤敏夫は1950年、早稲田大学理工学部応用金属学科を卒業してキアに入社。 金属に関する専門的知識を活かし、ステンレス包丁エーデルワイスシリーズ、粉末製工法を使ったコスミック、ダンジューローシリーズなどを開発するなど、革新に取り組んだ。2009年、年尾の老いの加藤金也が代表取締役社長に就任した。2010年10月28日、日本橋室町東地区開発に伴い、 本店が先行して竣工したコレド室町に移転した。東京名物市、日本橋町並商業市、P106。ありがとうございます。